私たち元の世界に戻る方法をいろいろ探してみたんだけど全然ダメ、何もわからなかったの。みんなの方はどうだった？なるほど、ナシームの洞窟ね。そこってカレバンさんが銀の亀を取られたところだもんね。二つの世界にあるナシームの洞窟がつながってるんだとすると、そこから向こうの世界に戻れるかも。カレバンさん、今度こそ家族に会えるかもしれないよ。わん、今度こそ。ナシームの洞窟の中にはまだ秘密があるかもしれないから、もっと探してみよう。私たち先に行ってるね。この辺り、なんか怪しい匂いがプンプンするよね。あれ？最後の仕上げは、我ら兄弟が力を合わせて取りかからねば。今こそその時なのだ。めんどくせえよ。大体大魔王様の作った転移ゲート、なんで俺たちが片付けなきゃなんないの？今回の穴埋めは魔元帥ゼルトラド様の特命によって我ら兄弟に与えられた崇高な任務なんだぞ。あとは偽りのレンダーシアと真のレンダーシアの行き来が可能な
この転移ゲートを閉じる最後の仕上げのみだから、お前も力を貸すのだ。いまいちやる気でね。王様が言ってた2つの世界がつながってるって本当だったんだ。きっとあそこから元の世界に戻れるのね。気づかれちゃった。いけないんだ、覗き見なんかして。兄ちゃまたち、こんなところで人間発見したよ。何？この転移ゲートは間もなく封鎖するため使用禁止だ。直ちに立ち去れ。転移ゲートを閉じるなんて、そんなこと絶対させるもんですか。これは私たちの最後の希望なんだから。なんだなんだ、揉め事か。仕事をサボってた分、バトルでなら穴埋めしてやんぜ。オラオラオラ。あんたの最後の希望ってやつ、あたしたちがプチッと潰してあげる。三兄弟にあだなすものよ、汝を墓穴に埋めてくれよ。行くぞ、お前たち。Thank you.
除します。あったかんじ、あったかんじ。ごめんな兄貴、でも最後くらいサボってた穴を埋めさせてくれ。そうよ、まだ諦めちゃダメ。私たちに埋められない穴などないはずなのよ。よくぞ言った我がテーマよ。今こそ我ら三兄弟の力を結集させる時。あ、デインゲートが。ゼルドラド様、我ら穴埋め三兄弟、仕事に穴は開けます。ゴー、急ごう。早く行かないと向こうに帰れなくなっちゃうよ。な、これでよかったんだ。これでやっとカレバンさんは家族に会えるんだよね。ねえ、向こうの世界に戻ったらカレバンさんにこれ渡してもらえる？あれから私ね、いろいろ勉強して文字を読んだり書いたりできるようになったんだ。またみんなにいろいろ助けてもらっちゃったね。本当にありがとう。じゃあ私はもう行くね。バイバイ。おお、ご苦労じゃったな。お主のことを待ちかねておったぞ。この姿でお会いするのは初めてか。私がカレバンです。こちらのナシームの洞窟を調べていたところ、
左目に十字傷のある魔物と出会ったのでな、わしピンと来たんじゃよ。案の定その魔物はわしの言うことを聞いてくれてな、クドゥッスの泉へ連れて行ったらこの通りの姿に戻ったというわけじゃ。あの後あいつは、セラフィーはどうしましたか？お、セラフィーが手紙を。カレバンさんへ、私こっちのアラハギーロを守るため残ります。カレバンさん、一緒に旅できて楽しかったよ。今日までありがとう。家族大事に。セラフィー、汚い字書きやがって。こんなんじゃまともに読めやしない。あいつ以前から言ってたんです、魔物たちが人間になった向こうの世界のアラハギーロを守りたいと。きっと自分がこちらに戻るつもりがないと悟られたら、私も残るんじゃないかと思って気を利かせてあんな真似を。ラッセ！あなた、お帰りなさい。あ、マレーガ、長い間心配かけてすまなかった。家族っていいの。あの家族がこうして再び一緒になれたのもお主のおかげじゃな。お主にはこれまで幾度もお世話になった。これが今回の依頼の礼じゃ。どうか受け取ってたもれ。カレバン、そなたはアラハギーロのものではないのに我が国の戦争に巻き込んでしまいすまなかったの。いえ、私は妻の故郷を守ろうと、そして兄弟子のベルムドの助けになろうと思ったまでです。そのベルムドのことじゃが、そなたは先ほどあれが偽りのレンダーシアで非業の死を遂げたと申しておったな。カレバンよ、実はそなたに頼みがあるんじゃ。そなたさえよければベルモドの代わりにこのアラハギーロの格闘場の管理人になってくれんかの。私がですか？そうじゃ、アラハギーロにとどまり、またこの国を魔物使いの聖地として活気あふれる国にしてほしいのじゃ。承知しました。しかしそれは魔物たちを傷つけ合わせるためではありません。全ては人間と魔物との共存のためです。ねえパパ、パパとママとチージとバーバとずっとここにいられるの？ああ、そうだよ、ラッセ。やったこの笑顔を絶やさぬよう、二度とあんなむごい戦争が起こらぬよう、国王として力を注ぐとここに誓うぞ。この国は長らく先の見えない闇夜の中をさまよっていたが、ついにアラハギーロの夜明けが訪れたのじゃ。
れたじゃろ。ゆっくり体を休めた後、改めてここを訪ねてくれるかの。お主には伝えておきたいことがあるんじゃ。うむ、来たか。実はカレバンから話を聞いて、いろいろと分かったことがある。もうこちらの世界へ戻るためのゲートがないこと。そして、あの戦争の最中で何が起こっていたのかもな。お主が特別な使命を持つものであることは、わしも分かっておるつもりじゃ。それゆえ、すべてを伝えておこうと思ってな。ことの発端は、大魔王の軍勢が砂漠の北東にあるピラミッドに攻め入ったことからじゃ。我々はそれを守るために出征すると決めた。そんな中、当時兵士長であったゴリウスが、圧倒的な大魔王の軍勢との戦力差を埋めるため、ある作戦を打ち出したのじゃ。それはモンスター格闘場の管理人であるベルムドと彼の魔物たちを従軍させようというものだった。往生際が悪いぞ、ベルムド。この戦争に手を貸すと約束したはずだ。早く魔物たちを檻から出せ。ですが、兵士長。我らに協力できないというなら、こやつらなどこの場で始末してやってもいいのだぞ。いいか、この魔物たちは我々の盾となるのだ。魔物ごときがこんな名誉ある仕事を与えてもらえるなんて、ありがたく思えよ。ベルムドさん、私たちが育てた魔物たちを信じましょう。きっと大魔王の軍勢などを追い払ってくれますよ。ああ、そうだな。だが、ゴリウスの企みで
魔物使いの魔物は戦争の最前線に立たされ、使い潰すように人間たちの盾にされたのであった。そしてそこまでしても我々は戦いに敗れ、敵に囚われた。その時魔族の師匠がベルモドにこう囁いたそうじゃ。愛する魔物たちの命を軽んじる人間が憎くないか。奴らに同じ恐怖と同じ苦しみを刻んでやりたくないかと。カルバンはその時ベルモドを必死に止めたが、彼の怒りと悲しみは収まらず、聞く耳を持たなかったそうじゃ。そうしてベルモドは魔族に心を売り、魔族の将から禍々しい力を与えられたという。ベルモドは偽りのアラハギール王国で王位について、もともと人間だった者たちを苦しめていたらしいの。後のことはお主の方が詳しいかの。これがこの国に起こった悲劇のすべてじゃ。まったく魔族というものは恐ろしい。人の心の闇につけ入り、もてあそぶむごたらしい存在じゃ。お主には魔族と戦う使命があるのじゃろ。くれぐれも心してかかるのじゃぞ。この先もしお主が困るようなことがあれば、今度はわしが力になろう。いつでも訪ねてくるがよい。偽の世界と真の世界、どちらでも人を傷つけ貶めて、人の心を何だと思ってるのかしら。許せない。でもよ、カレバンとセラフィーはそんな中でもお互いの信頼を失わなかったんだよな。そうね。弱く見える者たちの胸の内に魔族にも壊せないものがあるのね。そして私たちの中にもね。